さあ最初に100点取るのはアキシ。はい、前回やったバスケステージ、まさかの5人連続50で即クリア。ただ100入れてみたいってことで。おしい、誰かが100入ったら即終了バトルよー。じゃあ主が入れて終わらせましょう。あ、うん、惜しくもねー。じゃあ私が。やっぱ狙い目は右か左、ボードの隙間ね。はい、隙間抜けていいの。惜しい。残念、もうちょい強かったら。はい、ここで試合終了ですよ。あ、うん、なかなかに高難易度です。100ゴール。やっと出番来た。お、ニトリちゃんは左からね。あ、回転はダメだこれ。さあラスト私。間すら抜けられず。さあ一周回って仕切り直し渡すから。あ、入った。100入ったの見れて満足ってことで、今日は対戦形式のスペシャルステージ遊んでいくぞ。これは転がるとどんどん。一番豊姫いきます。季節外れの雪原を。やはり、転がるとどんどん雪玉が大きくなるしよう。さあ押されたの押し返し。うっそ、そんな吹っ飛ぶ？終わった。もしかしたら雪がない部分はかなり転がりやすくなってるかも。検証。あ、うん、特にわからなかった。ニトリちゃんのはさらにでっかく。シャーチシもでかくなるわよ。大きくなれば大きくなるほど有利だけど、停止位置も考えねばみたいなゲームね。ってことで安全に大きくステージ中央を目指す。主も、それしか選択肢がない状況。私のターン、この位置関係ちょっとマリサの攻撃怖いから。いや、巨大雪玉の攻撃エグ。まさか落とすまで行くとは。このステージ、普通にめっちゃ転がりやすい疑惑？いや、安全に行って真ん中に行ったのに意味ない転がりやす。じゃあ主も落としちゃおうっと。狙われた。手落ちないんかい。助かった。それじゃあ主くん、さらば。いや、やっぱでかいのつっよ。残ったのニトリちゃんと私だけど、これどこまで大きくなるか気にならない？それね。確かに、一時休戦で検証しよう。乗った？さあ、机の上の雪を取り尽くしたらどこまで大きくなっていくのか。ニトリちゃんのでっか。まだまだ大きくなっていきます。そろそろステージ上の雪も枯渇してまいりました。あやっべ。何が起きた？シンプル操作ミス。まさかの。まあ大きいの入れたのでオッケーってことで。そうね。さあお次の対戦ゲーム。一番最初にボールを5つカゴに入れた人が勝利。早い順番の方が有利の中。はい、一番いただきました。強運あんちゃん。でも1個しか入れられなかった。最初のこのボールの数考えたら、複数は入れたいところ。私、3つ入れます。あ、1個、意外に複数入れるの、難しいのかも。さあ私、最低2個。はい、1個。まさかのここまで全員仲良く1個の展開が続いております。そしてこのステージも次ターンまでなかなかの時間。お、やっと変わった私ね。さあマリサ、初の複数いけるかしら？いった？押し押し切り2個。からの街でエース。はい、やっと変わった。目標3個。ボールはこれ、途中で増えるのかな？お、2個かまあまあ。ボールな、全部なくなっても決着ついてるとは限らんからな。とりあえず次、1巡目ラストが私なので、私のターン終わったら増えるかどうか。で最後だし、ここで増えたらさすがに振りすぎじゃないか。確かに最後圧倒的振りだ。あ、さすがに増えなかったわね。よかった。2巡目、最初に比べるとだいぶボールも減った。あしょっぽ私、ここでゼロ、意外に遠いわよこれごって。さすがにこの残りで一気に3つはきつそうだから、大丈夫まだ決まらないわ2巡目じゃ。ってことでここで2個でも落とせばまだまだ逆転の可能性、なかなかに難しそうな配置だけども。はい、来ましたー。最後の1個の置き方、気持ちいいやつだったわね。ギリいけるパターンのな、それ。私、多く残ってる下狙いも。何このギリギリ今度はいけないパターン。そして落ちちゃうのね。さあ私、だいぶボールも少なくなってきたので確実に1個狙いで。やっぱ全部ボールがなくなって決着がついてなかったら初期状態に戻るんでしょう。しゃ、狙いは右上の2つ。うん、シンプルにタイミングミス。ちなみに現在の数字、こんな感じ。私とマリサが3個でリード。さあ1個の私、ここは確実に。え？
あら、なんか挙動おかしかったわね。何かに突っかかったような動きになってたが、何もなかったよな。しゃ、私も同じような角度で。いや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 。でしょ？おっと、これはちょい久々に、バグに遭遇してしまった疑惑。私も検証してみよう。あれ、いけた。回転かかってたから。それとも、アンちゃんと豊姫とは角度、コースが微妙に違ったか。私も何かに、見えない何かに阻まれる。やっぱ、うん、何かが絶対に正常じゃないのは確かよねこれ。あ、回転とか関係ない。 S はこの角度見えない何かある。 S はちょいお試し、こっちは当然ね。はい、いけます普通に。そしてこっから、うん、地獄の始まり。なぜか左下隅は落とせたけども、ボールラスト1個、これが落ちたらおそらくゴールデン復活ってとこで。はい、力の矢印見てくださいね。最後のサッカーボールを当てに行った時は必ず弾かれる。見えない何かに弾かれて、こっから進めない、決着つかない地獄。ガチのガチで15分ぐらい、いろいろ試しました。15分だけど体感1時間。これやり続けるの、マジで苦労です。あまりに無理すぎて、360度全部ちゃんといけるか調べたりもしちゃったもん。その結果、真下もいけなかったりと、謎に突っかかる部分がいくつかバグやんな、これな。これはな、バグでしょうきっと。そうじゃなかったらなんなん、レベル。結局諦めて、もやもや半端なかったので。もやもや解消したい、もやもやな気持ちで協力ステージに挑んでみました。各自、同じ色のお皿に料理を盛るステージ。さあ乗ったわよね。あ、はい、もやっとー。もう一回。お、さっきとお料理変わってるわね。今度こそ、いけすぎセビちゃん。これはどうだ？うん、結構はみ出ちゃってるけども、これでもオッケーみたいです。ゆるくて助かった。お次私、ホットケーキで黄色皿が前に来たら行くわ。にしてもマジで、さっきのバグには参ったなんたって目に見えない。それね。まあ今日はここ最後クリアして、すっきり終わろうぜ。そうだね。さあお次、私のピッツァ。にしてもピザにトーストにホットケーキにお好み焼きって何通組み合わせ。粉物パラダイスにフライドポテトと伊勢海老だしな。メニューエグい。あ、よかった、それでも大丈夫なのね。さあ、ニトリお好み焼き。おし。ここで主、トーストです。せめて何かジャムでも乗っけて。はい、じゃあ最後、私がフライドポテト盛り付けてすっきりクリアで終わりましょうね。あ、はい、今日は最後までー。もやっとー。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。